いやー、1位、今日も施工お疲れ様でした。終わりましたね。終わりました。終わりましたね。まあ、今日もね、お客様に喜んでいただけてよかったかなと思います。いやー、大変だったね、今日もね。なんか、あら？なんかガレージに入ってきたんですけど。なになになに？お届け物です。あー、ヤマトさん。いや、どうしたんですか？車買ったんです。買ったんですか、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。お届け物ですよね。はい、はい、すぐ下ろします。ありがとうございます。下ろしますって本人が降りてきただけだ。ありがとうございます。はい、というわけでまた茶番をお届けしてしまい申し訳ありませんでしたが、今回はですね、洗車屋さんの愛車紹介4人目というわけで、ヤマトさんです。よろしくお願いします。お願いします。で、ヤマトさんの愛車はこちら、ホンダの N 版になります。最近買ったんですもんね。そうですね、うんうん、そして新車で。新車で。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあまず基本情報から聞いていきたいと思います。こちらはグレードは何ですか？ N 版のプラススタイルファン、はい、カラーが、何でしたっけ、ソニックグレーパール。ソニックグレーパール。このカラーがすごい気に入ってたんですもんね。そうですね、うんうん、まあ、昔家族がキューブ乗ってて、ネオクラシカルっていうパッケージみたいなのがあったんですけど、それがなんかこういうデカールとかついて、雰囲気が似てたのでまた乗りたいなと思って。なるほど、はい、じゃあ思い出のカラーですね。ですね。で、結構納車までちょっと時間かかったんですよね。そうですね。そうですよね。なんだかんだ3ヶ月ぐらい待ってましたからね。で、その間もお店の前とかこのカラーの車通ると、あれ、あれが来るんですみたいな感じで山内さんが盛り上がっててすごく可愛かったです。で、このボンネットとかがマットブラックになってるんですけど、これはオプションですか？そうですね、うんうん、はい、純正のオプションで、この辺とかも、うんうん、これもそうですね。あ、ダークメッキーになってるんですね、はい、自分で選択してコーデを組んで、はい、素晴らしい、センスすごい。で、やっぱり N 版といえばこの丸めの大きいライト、これめっちゃ可愛いですよね。そうですね、うん、なんかアイコンな感じで個人的にはすごく可愛いなと思います。じゃあこのフロントの方で気に入ってるところとかありますか？そうですね、このマットブラックな感じですね。ツートンな感じが、はい、本当はこういうメッキもいらないんですけど、うんうん、あ、いらない、はい、メッキいらないっていう愛車紹介初めて見た。なるほど。あんまりキラキラしてるのが、あ、個人的には好きじゃないです、うん、じゃあもうちょっとシックで。そうですね、うん、なるほど。そもそもなんで N 版にしたんですか？なんでですかね、まあ、本当はスバルのサンバー版の新車があればそれを買いたかったんですけど、はいはい、まあ、ちょっとそれがもうないので。 ないですもんね、はい、なるほど。じゃあどっちにしてもこういうバンタイプが欲しかったんですか？そうですね、軽バンに乗りたかった。あ、軽バンに乗りたかった、はい、なんか使い道みたいな、車中泊したいなとか。車中泊とか、うん、キャンプとか、うんうん、釣りとかですね。したいんですね。そういうの一切しないです。あ、しないん、はい、思いっきり一切しないんですけど軽バンがいい。すごい流れだろ今の。しないんですね。そうですね、なるほど。思想、うん、まあ、雰囲気、自分の雰囲気もしそうな感じするとか、はい、まあ、サーフィンやってるんですかとかなんか言われたりとかするんですけど、そういうこと一切しないです。なるほど。だけど軽バンに乗りたかった。そうですね。なるほど。じゃあ念願の軽バンライフが叶ったという、はい、はい、わけですね。面白すぎ。やっぱこの視界がいいっていうのが。ああ、なるほど。運転してて運転しやすいっていう点で。そうですね、軽バンがいい、はい、なるほど。すごいいいと思います。はい、それでは続いてサイドの方を見ていきます。まあ、サイドはですね、やっぱり何と言ってもここのデカールですよね。はい、これがすごいアクセントになってて可愛いなと思います。これもオプションで。そうですね、うんうん、この辺も、はい、前乗ってたキューブのネオクラシカルっていうのが結構こういうのついてて、はい、うん、でそれを再現して、はい、よかったですね、このデカールの設定がある車両で。そうですね、はい、でミラーもボンネットと同様にマットブラックの、これはカバーですかね、ついております。ホイールがめっちゃ可愛いんですよ、このホイールキャップ。これもオプションですか？これも、はい、オプションでこの黒を選択できた。
黒にしました。いやセンス素晴らしいですね。いいえ、本田さんがそのように作ってらっしゃる。なるほど。でもやっぱりオーナーさんのね、選ぶセンスっていうのも重要ですからね。サイドは何か気に入ってるとこあります？サイドは、うん、これドアを開けると、はいはい、このピラーがないので。なるほど、はい、あ、いいですね、いいですね。開けた時に開放感がある、うんうん、乗り降りしやすいところですかね。確かにキャンプも楽しめますね。そうですね、まあキャンプしないんですけどでもそもそもここの B ピラーがないっていうのもすごいですけど、めっちゃドアが開く、90度開きません？そうですね、すごい乗り降りしやすい、ね、元々のコンセプトがこう、うん、まあ、商用車なんで、うんうん、その仕事をしやすいように、はいはい、まあ、ここからでもこう、うんうん、まあ、荷物を運ぶような仕事とかするときにしやすいようにこう設計されてると思うんですけど、はい、確かに確かに、はい、これいいですよね。で結構荷物積んだりするんですか？荷物、そうですね、うん、全然しないですね。あ、しない、また、はい、なるほど。じゃあもう特にここはあんまり、たまにその奥さんが通勤で自転車で駅まで行くんですけど、うんうん、まあ、雨降ってダメだって時は自転車乗っけて、うんうん、あ、帰りはじゃあ自転車で帰ってこれる。帰り？ちょっと待って、迎えに行って、あ、迎えに行って迎えに行って自転車乗っけて、あ、なるほど、乗っけて帰ってくる。そういうこと失礼しましたじゃあもう自転車も乗せたりして、うん、あ、よかったですね。そしたら N 番で、はい、でここも低いんで、あ、乗せやすい、乗せやすいっていうかこう座りやすい。そうそう結構この高さが僕は気に入ってるんですよ、ね、なるほど。ちょうど良さ、うん、確かに。じゃあ自宅の駐車場とかね、まあ、ちょっとおくつろいで。そうですね、うん、なんか本当にガチでカスタムしてる人は、うんうん、ガチとか言ってもいいんです。いいですよ言葉は汚いですか？大丈夫大丈夫大丈夫なんかこうちゃんと内装して、うん、はいはい、車中泊する方とかは多分こうやってお茶飲んだりとかちょっとブレイクしてるんじゃないですかね。なるほど、見たことないですけど。ない想像、すごいなんかリアリティがあったけど想像だった。まあでもなんかその YouTube で検索するとそういう風にこう、ね、改造してやってらっしゃる方が多分、あ、よかったよかった、いっぱいいらっしゃいますよね、うん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 。で松さんも、まあ、いずれくつろぎたいなっていう感じですね。そうですね、はい、いずれいずれやってみようかなはい、わかりました。はい、それでは続いてリアの方ですね。でリアの方もここマットブラックになってて、はい、ここのメッキもクロームメッキですね、はい、全部引き締まってます、はい、オプションですね、はい、上にワイパーがついてるんですね。はい、これ、うんうん、これ動くんで、うん、雨降った時にこう、それは知ってます。雨を弾いてくれます。知ってます多分皆さんも知ってますはい、でテールはこうスタイリッシュな縦型ですね。はい、はい、でこれはスガラスのまま行くんですか、いつかフィルム貼りたいなとか。いや特にフィルムとかは考えてないです、うんうん、もうこのくらいで僕は十分な感じで、うんうん、まあ、確かになんかこのスガラスな感じでもいいですよね、はい、雰囲気と合ってると思います。じゃあトランクを開けてみましょうか。はい、はい、お願いします。おー、いいですね、広い。そしてホンダは N シリーズはやっぱここに鏡がついてますね。これもつけたんです、これ。あ、オプションでつけたんですね、はいはい、使ってます？全然使ってないです。カメラついてますからね。じゃあいらなかったいらなかった。いやでもなんかつけたいなと。なるほどまあじゃあつけてよかったかなっていう感じですね、はい、で中こんな感じで2列目のシート倒すともうフラットになりますね。はい、そうですね、うんうん、で結構こういういろいろ棒とかフックとかつけられそうな穴が、そうですね、サイドに穴開いちゃってますね。穴開いちゃってますね、はい、開いちゃってるとか言ってこれなんか予定はあるんですか、活用予定。できれば、うんうん、まあ、あのホームセンターに売ってるエレクターパイプ使って、はいはい、うんうん、まあ、上の方にちょっとこう収納できるようなやりたいなとは思ってますけど、はいはい、何を乗せるんですか、その棚作って。そうですね、草野球やってるんですけど。ああ、そっかそっか。そういう荷物とか、あ、まあ、多分友達とか乗っけた時にこういっぱい乗せられるように。いいですね、いいですね、よかった、はい、活用方法がちゃんとあった今回。 それぐらいですね。なるほど、はい、でもまあ
軽バンタイプだからできることですもんね。そうですね、うんうん、はい。であとは最近ゴードンミラーのクッションを買ったんですね。そうですね、これはオートバックスの春日部店で、うん、春日部で買いました。ジモティですからね。ジモティ、ジモティだね、はい、これいいですか。そうですね、僕は使ってないですね、うん、奥さんが、奥さんが、はい、うんうん、座る時用で。あ、いいです、ね、はい、すごいレディーファーストですね。ちゃんとクッションも敷いてあげて、やっぱ座席が普通の乗用車に比べるとこう簡易的なものなので、うんうん、まあ、これつけたらちょっといいかなと思って、うんうん、素晴らしい。で、ここなんか気に入ってるところとかあります？え、なんか待って、メモリが書いてある、定規みたいな、ね、何ですかね、何ですかね、メモリが書いてあります。魚釣った時にこれでサイズが、あ、いいですね、あ、いいいいいい、メジャー持っていかなくてもいいですもんね。そうですね、あ、いいですね。で、さっき車博士のイッチが見つけてくれたのはこの2列目のヘッドレストの収納場所なんですよね、ここ。そうですね、これで縛ってこれを止める、収納するというのをさっき知りました、はい、さっき知りました、よかったですね、見つけてもらって、はい、はい、じゃあ2列目とか運転席周り行きましょうか。はい、はいはい、では続いて内装の方をお邪魔しております。内装はまあ全体的に黒でこうシックで統一感がありますね、はい、でエアコンがここだけ丸、そうですね、うんうん、この辺だけ丸で、あとは四角型、丸いいですよね、可愛いですよね、可愛いですね、うん、はい、可愛いですね可愛いですよね。内装なんか気に入ってるところあります？内装、最近の車だと結構スイッチが多くて、うんうん、何が何だか分かんないっていうことが多いんですけど、はい、僕は、はいはいはい、これはすごいシンプルで、あ、使いやすい、いいなと思います。確かに、はい、エアコンここ、そうですね、でここイーコンですね、必要最低限しかないって感じ、うんうんうん、あ、でもクルコンとかもついてるからいいですね。そうですね、うん、その辺は最新のものがついてて、うちの白番はクルコンとかついてないから安全性は担保されています。担保担保されています、確かに確かに。でメーターがここアナログ、はい、はい、ちょっとエンジンつけてもらっていいですか。はい、うんうんうん、あ、いいですね、かわいい、いい感じですね、はい、でここ液晶が右側についてるんですね。メーター見やすいですか。そうですね、うんうん、シンプルで、シンプル、シンプルイズベストですよね、はい、でナビがこういう感じ。そうですね、うん、ディスプレイオーディオですけど、うんうんうん、あ、なるほど、ナビはないんですね、はい、ナビはついてないです、うんうん、スマホホルダーがここ、はい、ここら辺とかはつけないですか、ダッシュボードとか。あんまりこの辺にこうつけたくなくて。なるほど、なのでこれ無理やりつけてます。どこについてるのか、これ、あ、ここにめっちゃ無理やり、無理やりはめ込んでる感じです。あ、でも良かったですね、ついて万力式でこう挟み込むタイプなんです。なるほど、ここにうまくはまったので、うんうん、そのまんま使ってます。しかもコードもなんか収納できますしね。そうですね、うん、はい、一石二鳥。そうなんです、ですね。じゃあ、あとこれなんですか、これ。これは無印で買ったポータブルアロマディフューザー、うん、はい、これを車内で使ってるんですか。そうですね、芳香剤ではなく。芳香剤だと匂いがきつすぎてあんまり好きじゃないんで、うんうん、でアロマ僕は好きなんで、うん、そうですね、まあその時の気分で好きな香りを。おしゃれすぎ、参考になりますね。芳香剤一回使っちゃうと全部匂いついちゃうじゃないですか。アロマだとそんなに後残りしないから、うん、なるほど、お気に入りの香りは買いに行ってください。あ、これもいいんですか。これ今入ってるのは、はい、うん、ローズマリー、これ回して、あ、回すたら、え、で、もう出てるんですか。少し、わー、本当だ本当だ、すごい。ローズマリーは何効果でしたっけ。ローズマリーは、まあ、鎮静効果とか、まあ、筋肉緩めたりとかするときに、なるほど、いいですかね。すごい、お肉料理とかにもローズマリーは使うと、うん、あ、そうですよね、はい、うちのおばあちゃんめっちゃ乗せてます、ね、はい、私もアロマ検定持ってるんですけどね、もう忘れちゃいました。あ、そうなんですか、初耳、はい、初耳え、私美容学校なんで結構アロマ検定とかやったんですよ。もうすでに、もうすでにそう、でもめっちゃ下の級だけど持ってるから入浴剤選ぶときとか参考にしてる、覚えてるやつだけね。ああ、いいですね、いいですね、ありがとうございます、はい、いい、ちょっと参考にさせてもらいます、ありがとうございます。はい、はい、それではここで N 版のサウンドを聞いてもらいたいと思います。いい音します、いい音します。大丈夫ですか。はい、つけちゃいます、どうぞ。ウィー
と思います。素晴らしい、いい音でした。はい、それではここで大和さんがこの助手席を倒す方法がわからないということで、うちの車博士のイッチーがやってみたいと思います。お願いします。電磁レバー引いて、倒します。はい、おお、おお、なるほどね。そうするとここから前から後ろまで一直線にフラットになるわけですね。いいですね。よかったですね、山本さん、分かって、はい、はい、初めて見ました。よかったですね。フラットになって、フラットになりました、ね、はい、それでは無事にフルフラットになったところで、ちょっと私お邪魔して寝てみたいと思います。はい、はい、お邪魔します。よいしょ。これでもマットとか敷いた方がいいんだよね。さすがにこれは硬いですね。そうだよ。え、でも待って、寝れる。え、すごくない、すごくない、寝れるよ。え、足ほら全然伸ばせるよ。180センチぐらいまでの人いけんじゃない。ムさん何センチでしたっけ。163。でも全然頭のあれ上余裕だったんで。いけそうですね。うん、いけると思います。じゃあ車中泊楽しんでください。そうですね、いつか、いつか、絶対やらない。いつかですね、いつかですね。はい、というわけで今回は洗車屋さんのスタッフの愛車紹介というわけで、4人目大和さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ面白い回になりましたよね。大和さんもですね、うちのお店の方で施工スタッフとして頑張ってくれてますので、ぜひお店にいらっしゃった際は大和さんみたいな感じで話してもらえればと思います。はい、お願いします。はい、でまだまだ車屋さんの愛車紹介続きます。まだね、紹介していないスタッフがたくさんいますので、ぜひそちらの方もお楽しみにお待ちください。それでは今日はこの辺で。ヌルでした。大和でした。イッチーでした。バイバーイ。はい、それではここでちょっとおまけ映像的な感じで、はい、大和さんとお店までドライブしていきたいと思います。イエーイ。で、 N 版私初めて乗ってるんですけど、はい、やっぱり視界いいですね。そうですね、うんうん、めちゃくちゃ運転しやすい。この視界の良さが僕は好きですね。はい、まあ、外見のデザインと視界の良さが決め手な感じですね。でも小回りも効くし、運転もしやすい、うん、私は白番にしか乗ってないんで、日産のクリッパー、はい、あれはちょっともうすごいじゃないですか。ガンガンなるし。まあちょっと前のそういう軽バンのイメージっていうか、うんうんうん、そんな感じですよね。そうですよね、ウィーンみたいな。そうですね、もうずっと一速でめちゃくちゃ走るみたいな感じですけど、はい、まあでも全然そういうのもなく、めちゃくちゃ快適ですね。はい、やっぱ最近の軽バンもすごい進化してる。うん、いいですね。いいですよね。でもこれなら奥さんも納得じゃないですか。そうですね、多分、うんうん、奥さんも最初はさっき言ってたようなイメージがあったと思うんですけど、はい、あ、はい、軽バンイコール、まあ、田舎育ちなので。あ、そうなんですね。軽バンとかよく乗ってたみたいな、うんうん、はいはい。でもこれ乗ったらやっぱ、はい、思ったより静かだし、うんうんうん、乗りやすいって感じで。そうそう、静か、うん、すごい静粛性高いですよね。意外とそうですね、うん、なんか白バンとかだと会話があんまりできないじゃないですか、うん、エンジン音うるさすぎて、はい、でもちゃんと会話ができる。そうですね、素晴らしい。ほぼどこでも行けますもんね、うん、もうこの車で特にお出かけとかあんまりしないんですよね、お買い物メイン。そうですね、うんうん、まあ、家の周り走ってるくらいですね、うんうん、通勤とそのくらいなんで、うんうん、まあ、でもいつかちょっと遠出とかもしたいですよね。いつか、いつかですね。お休みいただいて。そうですね、ちょっと、はい、まあ、山田さんも忙しいですからね、なかなかまとまった休みが取れないですけど ね、はい、奥さんが岡山なんで、うんうん、岡山まで、自走で行きますか。いいじゃないですか。でもいつも新幹線とかですもんね。そうですね、新幹線とか飛行機とかで行くんで、うん、はいはい、でも交通費も浮くし、なんかゆるゆる自分のペースで行けますもんね、車だったら。そうですね、まあ、これだったら寝ながらどっかで、うん、あ、そうか、車中泊して。あ、いいじゃないですか。行けると思うんですけど、うんうん、それも楽しそう。
きたい。いつか岡山まで走ることを夢見て、ね、絶対行かなそう行かないで終わっちゃいそうですけど、うん、すごい安定感もあって、はい、なんか最近の競馬はいいですね。いいですね。いいですね、はい、というわけでちょっとお店までのプチドライブ動画をお届けしました、はい、また次回も見てください。さようなら。さようなら